お客様もやっぱり年配の方ってたくさん野島いらっしゃるので、もちろん若いスタッフもいますけれども、自分と同じぐらいの年齢で丁寧に接客してもらえたら、多分お客様にとっても非常にいいのかなと思います。思ってなかったですね。自分たちが想像してた72歳というのはもっと老けたような感じだったんですけど、今自分がなってみると決してもう気持ちは50代という、気持ちでいるので、若い人には負けたくないな、そういう気持ちで頑張ってます。いや、素晴らしいことだなと思いますね。もっともっと今の年代の方は若いので、できればそういう今まで培ってきた経験をやっぱり活かせるのが一番いいのかなと思います。